アンクルホールドの一種で内向きフィギュア4頭ホールド。アンクルホールドは柔術、柔道、プロレス、ブラジリアン柔術、総合格闘技などで用いられる足首をひねる関節技である。試合で使われるのは以下に述べるフィギュア4頭ホールドがほとんどである。アンクルロック、頭ホールド、頭ホールドとも呼ばれる。日本名は足首固め。 相手の足首を両手を使ってひねって極める技である。掛け方は主に以下のものがある。いずれも、てこの原理を使う。ブラジリアン柔術で、内向きと呼ばれる掛け方が試合で使われるのは、ほとんどで相手の左足首を相手から見て右回転にひねって極める。外向きと呼ばれる掛け方は、相手の左足首を相手から見て左回転にひねって極める。両足で、 相手のひねる足や両足を挟んだりするなどしてひねる。相手の足の膝があまり動かないようにして極めないと、極めづらい。エスケープ方法としては、つま先を捉えている。相手の腕をもう一方の足で蹴り、技をほどいてから足を抜く方法や、つま先がひねられる方向へと、体ごと回転して、もう一方の足で、相手の尻を蹴って、足を抜く方法が、一般的である。ただし、 後者は足をまっすぐ伸ばしきるように極められた場合には効果はない。フィギュア4等ホールド以外にも両手で相手のつま先をつかむ方法もある。この方法は内向きは右手首を相手の内くるぶしに当て支点とし相手の左つま先を両手でつかみひねって極める。外向きは左手首を相手のくるぶしに当て支点とし相手の左つま先を 両手で掴み、ひねって極める。片手で相手のつま先を持ち、もう一方の手でかかとを持ってひねる方法もある。フィギュア4という技術を使う。ブラジリアン柔術でいうところの、内向きは相手の左足首を両腕で胸に抱え込むように取り、相手の左つま先を右手で掴み、左手で右手首を掴み、左手首、または左前腕を、 相手の内くるぶしに当て支点とし、ひねって極める。外向きは、相手の左足首を、両腕で胸に抱え込むように取り、相手の左つま先を左手でつかみ、右手で左手首をつかみ、右手首、または、右前腕を、相手のくるぶしに当て支点とし、ひねって極める。別名足取り感。プロレスラー金本浩二のオリジナル技で、相手の両足を、 変形ブラ4の字の状態で固めてから極めるフィギュア4等ホールドもある。2009年のベストオブザスーパージュニアから使用し続けている。金本のオリジナル技には相手の片足に自身の両足を絡めて膝を極めた状態でもう片方の足首を極める変形のフィギュア4等ホールドもある。グレープバインアンクルロックカートアングルが仕掛けるグレープバインアンクルロック。 ジャックスワガーが仕掛けるグレープバインアンクル6。プロレスでよく使われるフィギュア4頭ホールド。自らは立ち姿勢で相手をうつ伏せに倒してから、相手の足首を両腕で胸に抱え込むように取り、上述の内向きのフィギュア4頭ホールドで相手の膝裏に自らの両腕で引っ張り込みながら、相手の足首を肩口付近に押し付けて、 自身の体重を乗せるように押し込み足首を極めることが多い。返し方としては自身が取られている足と同じ方向へと回転するのが有効。技を仕掛ける側も自身の足を絡めて回転され、憎く,くすることがあるが、この場合は自身の自由が効かなくなるため、ロープエスケープされやすくなってしまう。特にアメリカでは武道のツタになぞらえて、 グレープバインアンクルロックと呼ばれている。日本での初公開は1989年、ヨーロッパ修行から外戦した船木正勝がドイツでミレツルノから習得した技として使用。総合格闘技では、政権があることは少ない。ヒールホールド、アキレス腱固め、膝十字固め等、他の足関節技からの連携としても、柔軟に使用することができる。 プロレスでも政権があることは少ない。アンクルホールドの中でもグレープフインアンクルロックがよく用いられる。主な使用者ブラジリアン柔術ではトーホールドと呼ばれ、内向きについては国際ブラジリアン柔術連盟では17歳以下と紫帯、青帯、白帯では禁止である。国際柔術連盟ネワザ柔術では15歳以下では禁止である。外向きについては 全年齢、全帯色で禁止儀である。柔道では、フィギュア4等ホールドは、足取り感と呼ばれる。足取り感を含むすべてのアンクルホールドは禁止儀である。1900年、行動間柔道審判規定を制定した際、禁止儀となった。この当時、武徳会柔術審判規定では禁止されていなかった。足関節技が認められている三歩、柔術ファイティングシステムでも、 この技は禁止ーである。フリースタイルレスリングでのアンクルホールド。同名の技術が、レスリングのフリースタイルでも使用されているが別の技で、ある。英語で、レックレース、アンクルレースとも呼ばれるもので、特徴は前述の技とは異なる。レスリングでは、相手の足首をクロスさせてがっちりと固めることで、動きを封じて、そこから、レスリングのアンクルホールドで相手を1回転させると2点を、 獲得できる。そのままに回転以上してもポイントにはならず、一度別の技に移行して1点以上獲得すれば、再び有効になる。このように点が入ることから、貴重な技術でもある。成功すると相手を瞬間的にホールに近い状態に持っていくことができ、その後の攻撃に選択の幅ができる。テコの原理を使う。また、アンクルロックというと、日本以外では、 アキレス腱固めも含める場合が多い。ありがとうございます。